5タラントの人はあと5タラント、2タラントの人はあと2タラント儲けました。しかし1タラントの人は失敗することを恐れて土に埋めてしまったのです。もし彼が商売して失敗して預かった1タラントをなくしてしまったら、このご主人様はどう言ったでしょうか。失った1タラントを返すまで働けと言うでしょうか。私にはそうは思えないのです。それは私の体験から来る聖書の理解があります。1992年から私たちは夫婦で開拓伝道をいたしました。約10年かけ、ついに街道建築というところまでこぎつけたのですが、そこに至るまで様々な戦いや試練がありました。私は本当に追い詰められました。これで自分の人生が終わってしまうかのような気持ちでこう祈っていました。神様、10年かけて開拓伝道をしてきました。でも結局失敗に終わりそうです。ああ、もうダメです。そんな祈りをしていた時、細い声が聞こえてきたのです。お前が開拓伝道に失敗しても、私はお前をちゃんと天国に入れてあげるよ。だから心配しなくていいよ。お前が今行っている伝道、あるいは教会の働きは、私の救いの恵みに応えて行っているだけなのだ。ダメならまた別の場所でゼロから始めたらいい。私が一緒にいるから。イエス様からそう言われて、私は感謝しました。ああ、もうダメです。さっきまでそう祈っていたのに、ハレルヤと救いの恵みを感謝して賛美したのです。何もない私を救って、永遠の命を授け、天国の約束をしてくださいました。今の私の人生はその恵みに応えているだけ。結果としては神様の憐れみをいただき、また私の所属団体からの援助もいただいて、街道を建てることができました。私は自らのその体験から、このタラントの例えを理解するのです。1タラント預けられた人が失敗してゼロになっても、神様はきっとこうおっしゃる。よく頑張った。ナイスファイト。今回は失敗したけど、私の救いの恵みは変わらない。私のためにもう一度働いてくれるか。そうおっしゃって、もう1タラント預けてくださる。それが私たちの主であります。イエス様によって救われた者は、どんな苦しみの中でも救いの恵みを感謝することができる。それが苦しい中でも前に向かって進ませる力になります。